周りの方はその動画の方がハードルが低くて、ユーストリームはハードルがね高いの、なんでいきなりユーストリームって言われるんですよ。でも私にしては動画とか自分一人でマイクのカメラに向かって話をするっていうのはすごいハードルが高くて、こういう対談の方がすごくやりやすい。あと編集もあるしね、動画の編集とかもあるし、これユーストリームの生だったら場合によっては一発でそのまんまっていうこともあるしね。そうですね。それでやってみたいなと思って、それで僕のね「自分 TV マスター講座」の第1期生ということで通学コースを受けてくれましたけども。どうでしたか、自分 TV マスター講座は。いや、もうそれはもう本当にもう水越さんのおかげでなんとかね、配信しておりますが、パソコンあんまりね、もう全然あんまりどころか息子パソコンは苦手だし、なんでと、パソコンも苦手だし、大体そもそもがそんなに人の前に立ってお話をするのがすごい苦手で、自己紹介すらドキマキするようなタイプなのに、大体こういうのをするのはすごくこうお話が好きだったりとか、ね、前に出たいっていうような人が、ね、多いイメージじゃないですか。もう真逆なので、もうなんでっていうふうに言われましたけど、で、自分 TV マスター講座来て少しずつね覚えてって、だから本当にね、いろんなことを初心者向きなことをね教えていかなきゃ大丈夫かなと思ったけど、タグっていう名前すら知らなかったんで、それでもやっていくうちにだんだん覚えてきてね、本当によくできるようになったなといまだに思うんだけど、そのマスター講座をね終えてからね、終えてからそのフォロー期間に実際もう始めると決まってからが大変だったね。もう連日のように僕にメッセージで本当にね質問してきて、でもね、その熱意は僕伝わってもうちゃんと答えましたしね、もうすごいです、もう本当にすぐにお返事くださるし、夜中でもね本当にね、起きてたからいいけど、もうすぐにフォローしてくださるし、それがなかったらね、やっぱりなかなか配信自体はね、できるんでしょうけど、番組としてね、それとあと配信する前にオープニング動画作ったりとかいろいろね準備もありますし、で始めるといろんなことがあるので、それでこうもう本当にフィードバックしていただいたりとかして本当に助かりましたね。それで配信始めて今何回でしたっけ？7回は出ました。もうでも7回やったんだ、月に2回でそうか、もうそれだけねやってて、本当1回目の時は僕ゲストでね行かせていただきまして、いろいろとこうした方がいいよとかした方がいいよってね、1回目は何しろそのもう一人ゲストのねひろこさんが出てくれて、施術ですよ皆さん、施術の場面映したんですよ。僕あれはねやりたかったわけで、実際に施術してるところをカメラでずっと映して、もう見てる人のコメントがもう本当に初めて見たとかね衝撃的だと出ましたけども、あれこそライブの醍醐味だよね。そうですよね、だって成立してるで、しかもさひろこさんの顔が気持ちよさそうな顔してるわけよまたあれ演技とかできないですから素人さんは。だ本当に気持ちいいこうやってやってるでしょ。で終わった後に顔を見せたら細くなってんだよ本当に。そうですよね。だから今日それこそ今日そういう話をしてて、その方もお客様も毎回見ていただいてるんですけど、やっぱりライブのは衝撃だったみたいな、言ってました。やっぱりライブは説得力があっていいって言ってたんですよね。ただ6回目の時にキャンペーンをしたんですよ、急に思い立って。そのバイオプランターっていう結構高額な商品なんですけど、リピーターの方がちょっと増えてきたので、これをちょっとご紹介したいなと思って思い立って、そのバイオプランターのキャンペーンをしたんですけど、それがちょっと安めのキャンペーンとかじゃなくて、やっぱり1回が5万とか結構高いキャンペーンだったんですけど、もう2月の15日配信だったんですよね。でそれでその今月末までの2月いっぱいの締め切りだったので、14日ぐらいですよね、13日の間に結構そのキャンペーンでの売り上げっていうのがね63万ぐらい。本当すごいね。63万3000円ぐらいあったんですよ。その施術自体はその今月いっぱいなので、まだ何人か31日に4人ぐらい、私がその施術をした方のの生徒さんたちがその見て「いやすごく綺麗になったから」って言って4人ぐらいまとめてドドドって31日に「間に合いますか?」とかっていう感じで予約いただいたり。それとかまた別の方とかはお母様が予約していただいて、その娘さん2人だ家族でご予約いただいたりとかして、やっぱりいかに本当にこう配信していくか伝えるかで、やっぱりね、その西さんはもちろんそういうね技術を持ってますで、素敵なサロンも持ってます。それをいかに伝えるかっていうところと同時に、この西さんの人柄っていうかね、天然ですよ、ある意味。天然ですよ。これをそのままやっぱ伝えるっていうのはこれライブなんですよ、やっぱり。うん、でしかもこうやって対談とかね西さんがされてるでしょ。見た感じの多分印象だとね、すごい真面目そうな方だし、加藤は途中でキャピキャピするし、それがねでもいいんですよ。そういうのを伝えて、あこの方だったらで、しかもそこで実際に成立をしている場面を見ると、あ技術もしっかりしてるし、それをゲストの方がまたそれ言ってくれるじゃないですか、うん、実際お客さんだったら言うとね、うん、僕もそれを見るとやっぱりね、その実際に受けた方のそのコメントほどねやっぱり説得力のあるものないし、それがね、YouTube 動画でもいいんですよ、だけどやっぱりライブとその生でやってるっていうのはポイント、うん、やっぱ信頼性があるからね。うんということで、そういうね、本当嬉しいよね、欲しいなと思いますけど、でも本当にね、よくいい番組ですよ。本当ですか。いや、本当によくやってると思う。時々手前のお花にピンがあって、二人がボケたまんまさよなら。普通に帰りましたね。最近やっぱりね、ちょっとなんか油断してるのか。花がね、ちょっと大きすぎる。ゲストこの間丸々邪魔してましたからね、花は。まあそういうことは突っ込みどころいっぱいあります。ちょっとね、皆さんコメントね、読んでみたいと思います。